塾講師の恋愛事情、本当にドラマみたいな人物相関図になるので、男はみんな慶応、学校の英語の先生になってるっていうのはここ3人がみんな好きだったみたいな感じですね。その裏でここが付き合ってたんだよね。びっくりだよ。はい、ハローで始まりました、モテスチャンネル。さあ、今回はですね、スペシャル企画としてですね、塾講師の恋愛事情というのを話していきたいかなと思いますね。恋愛事情というか、実話です。はい、すべて塾の中で起こっていた恋愛を話したいかなと思います。とっても危険な内容だったので、一度も言っていませんでしたが、本当にドラマみたいな人物相関図になるので、話していきましょうか。ということで、私の元カノの話が出てくるんですけども、ごめんなさい、もしあなたが僕の元カノですって、学校で喋ってたらごめんなさい。学校の英語の先生になってるっていうのは、風の噂というか、で、まあ聞いてはいるので、まあ当然だから僕のこと絶対知ってるはずだし、認知してるはずなんですよ。そう、学校の先生です。英語の先生だからね。もし生徒たちに話してたらごめんなさい。こんなんだったんだっていう。あ、悪く言うことは絶対ないですし、こんなやばい状況だったんだって思われたらちょっとね、ごめん、本当に。許してください。その他の登場人物の皆さんもごめんなさい。本当にごめんなさい。あの内輪だけで起こっていたドラマが世界に発信されます。さあ行きましょう。まあ同じね、塾で、まあ、私塾1年目です。基本大学生なんですけど、まあ社員の人以外は大学生なんですけど、まあ慶応生なんですよ、基本はね。男はみんな慶応だもんね。自分が入って、で、同期にいたのが、まあ理工の、まあちょっと A としておきますね。A とね、同期で入りました。もう一人 U。っていうのがですね、ですけど、その人が、成人式の時に一緒に行った人ですね。友達でも何でもないのに一緒に行った。まあ彼は別にこの恋愛に絡んでこないので、いらないです。いらないです。で、その後か同じぐらいに T っていうのが入って、これまあ1年生、4人男がいて、この3人はですね、絡んでくるんで、3人は自分もいますけど、女性キャラとしては、付き合うこと、あ、大学名にしましょう、女性は。はい。F がいらっしゃいます。はい。フェリスだからなんですけど。はい。で、この人は先輩なんですよ。僕はこう1年です。で、その、幼馴染に S がいますね。S 君がいます。まあ僕は彼女が S ちゃんって呼んでたんで、自分も S ちゃんって呼んでました。年上で、学年も先輩なのに S ちゃんって呼んでました。はい。顔はすごいかっこいいです。ちょっと背が小さくて、18禁の今泉と同じ声ですと。誰がわかるんだ、はい、お笑い芸人ですけど。簡単に言うと、ここ3人がみんな好きだったみたいな感じですね。取り合いみたいな感じになるってことです。ただ、この子は、また別に他の大学に彼氏がいたんで、あんまりこのみんなそんなに強くアプローチしないみたいな感じです。で、まあ、明治だったかな。明治で、S 君は明治で、で、T は結構理工だったと思うんですよね。なんか2人とも、まあ別に会ったら全然普通に喋るし、仲良く喋るんですけど、そう、絶対に俺には負けないって言ってたらしいんですよ。ね、わかんないです。経営文だから舐められてたのがよくわかんないですけど、絶対に負けない。まあこの子が僕になびくことなんかないって思ってたんですよね。不思議とか言っちゃいけないけど。いや、だから飲み会の席とかだともうめちゃめちゃもう好きでみたいなことを言ってたらしいんですよ。僕でも飲み会とかもあんま行かなかったんで、まああんま知らない。でもまあまあよく考えたら、だって英語の先生だから二人とも。共通点も圧倒的に多かったんで、接点。こっち理系の先生ですから。まあそれだけでね、この三角関係でね、三角関係じゃねえか、このいっぱいある中で、結局まあここが付き合うっていうことになって、それで終わるんだったらまあ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 いいじゃないですか、それ。ハッピーエンドかどうかわかんないですけど、まあその後、あとね、結構すぐに、ここはあんまり長く続かないわけなんですけど、まあ、ここだすごいモテたから、むちゃくちゃモテたんで、やっぱこう心配だったんでしょうね。だからちょっとね、束縛だったりとかがあって、あんまうまくいかなかったですね。今思うとまあ、ね、そんな風にしなくてもよかったなと思いました。私が、うん、悪かったなっていうのは結構思ってます、ちなみに。だから別れた後のしんどさ。そう。だから結局私はその後、早稲田の高等部に行くんですけど、そんなことが実はあって、で、ただそれだけだったら、まあまあなるほど、だけなんですけど、もちろんありましたよ。付き合うまでは長かったですから、そのまあ家に送ってくみたいなとこいっぱいあったりとかね、はい、そういうのがあったりしたんですけど、それで、だからここの負けたとか言っちゃうけど、もうなんか、言葉選ぶない。この二人が一体どうなったのか、そしてなぜここに彼がまだいるのかってことですね。実は他に、まあ、女性陣いろいろいるんですよ。
はい、どっちから出そうかな。法政の女性出しましょうか。法政大学に通っていた女性、そしてどこだったかな、どっかの音大で、王でしょ、音大に通ってるジムの人でしたね。可愛らしい感じの、まあ、ちょっと似たタイプな感じだったかな。ここ絶対音感持ってるって言ってたんですよ。で G、 学習院の先生。ちょっと学習院の先生もね、すごい綺麗な人で、年上だったんだよね、だいぶ。なんか難老もしてるっていう感じだったんですね。すごい人気のある人で。で、まあ、ここがこうね、そう、近づいていく中で、むちゃくちゃやっぱもう、塾中の、まあ、講師たちの中でも噂みたいなね、まあまあ、注目の的みたいな感じになってたんですけど、その裏でね、ここが付き合ってたんだよね。びっくりだよ。全然みんな知らなかったっていうね。おい、みたいなね。いつの間にそんなになってたんだよ。講師たちがこう、お迎えしなきゃいけないんですよ。子供たちが来るときね、自転車止めるの手伝ったりとか、挨拶したりとかってするのがあるんですけど、その時に、大体、この3人だったんですよ。この M、A、G のですね、この3人でいたのに、全くそんな素振りは見せてなかった。別にそんな親しいわけでもなかったけど、同期でそんな親しいわけでもなかったから、あんま喋んなかったです。お迎え作業してる時も完全にここが喋ってたんで、僕とこの人がいつも喋ってるって感じだった。はたからにはこっちがめちゃめちゃ仲いいって見えるはずだったんですけど、いつの間にやらこうなってて、結構背が高くてね、後々聞いたら、すごいイケメンだからって、顔だったんかいみたいなね。実はまだここは多分ハートつけておきました。ハートが書けん。ここもつけとく。ハートが書けん。まあ、ここはすぐ破壊されますけど。はい。で、まあ、わかりますよね。どうなるか。そういうことです。こうなるんですよ。すごいハート。あんまり詳しくは知らないですけど、詳しく聞かなかったし、分かれてからいなくなったから、こういう風になって、で、ここが、こうなるわけなんですが、またね、ここのね、この人も見てたらごめんなさいっていう感じなんですけど、この法政のね、女性も。すごく女子校で、やっぱめちゃくちゃ厳しい中で育った。で、大学デビューみたいな感じ、デビューってことでもなかったからでもね、うん、なんですけど、キャッチとかですね、ああいうのにですね、ガンガン、だから高いものを買っちゃうとか、いわゆる水商売に入ってっちゃうんですよ、この人は。初めてなんか人生でこう、ちやほやされたっていう感じで、すっげえ束縛ね、親の束縛があったから、そこからこう、反動ですごい人が変わっちゃったんですよ。これ、でも本当あるあるですからね、大学生になって。だから、縛っておけばいいと思ってる親、たくさんいますけど、反動で弾けちゃう子っていっぱいいますから、子育てって大変ですよ。経験ないけど。だから女子校とかすごい縛ってたせいで、もうバーンって弾けちゃったんですよ。だからもう水商売もこうエスカレートしてっちゃったし、お金すごい持ち出しちゃったし、手当たり次第行っちゃう。だからもう遊びなんですよ、もう完全に。遊びでいろんな人に声をかけるっていうのをし始めました。こうアプローチをめっちゃし始めるんですよ。こう、こっちも来るんですよ。でも僕の方は結局、こう別れた後のなんか別の人を紹介するみたいな感じで何人か確か紹介、二人紹介された感じでしたけど、まあ別に僕とここが繋がることは別になかったですね。はい。すごい真面目な感じで、もうで結婚して子供もいるって言ってたんで、ずっと前になんかで連絡取った時に、はい。そういう感じで、もういろんな講師にこうね、手を出して、別にそんな美人じゃとか言っちゃいけないから怒られちゃうかな。けどまあ、で、結構生徒たちにもおごっちゃったりとかしてて、まあ、たびたび問題になったんですよね。そんな感じで、まあ僕は結局留学に行くので、ただ全部切れるわけですね。もう関係性全部ゼロになるわけ。あ、一回ただまあ、こいつは神岡のヨドバシでバイトしてるときに、塾長が、そうそう、ここの塾長が神岡校に移ったからって、神岡校についてったんですよね。確か。で、なんで、そこで一回、駅のトイレで会ったことはある。いうの覚えてるけど、はい、なんで留学後に連絡があったのか覚えてないんですけど、なんかそれでほんとすぐ大学卒業してすぐ結婚したっていうのは聞いてて、その他がどうなったのか分かりません。まあ彼女は結婚して英語の先生になったっていうのは聞いたんですけど、はい、実はこんなことがあったりしたんですね。恐ろしい。でまあそこ小中学生のとこだったんで、あんまりね、先生が生徒にみたいなのはなかったから良かったかな。まあ、ちょっと問題になりましたけど。はい、よかったと思います。やっぱ高校の方はね、やっぱりあった。そういう問題は結構あったんですけど、やっぱそこはちょっと詳細に話すことはできないし、てかあんまり実際にその見てはいなかったんで、ここはもう完全に、まあ先生同士だし、別に問題ではないし。で、これがあってから私は基本喋んないんですよ、もう講師室で。仲良く喋るとかっていうのはもうしなくなりました。実はあんなに静かで何も言わないっていうのは人見知りっていうのもあるんですけど、実はこういう。
ことがあったからです。まあ今思うと、まあ大学生たちをそうやってバーンって集めてんだから、そりゃなるよねみたいな感じです。だってしかもさ、男基本慶応だしさ、メンバー。あとここに出てきてない人たちもほぼ慶応ですから。女性の慶応の人もいたけど少なかったね。同じ文学部の人とかもいたんですけど、学年上でもう2年から見たなんで、ほぼほぼ関わりなしみたいな感じだったんでね。という感じでした。はい、これが今まで、まあ自分の人生においてもびっくりするような出来事だった。これが1年目だったかって、塾ってこういうものなのかなと思っちゃいましたよね。ということでした。はい、ありがとうございました。Thank you for watching.